こんにちは。いつも YouTube ライブをご覧いただきありがとうございます。今回はね、その毎晩放送している YouTube ライブの裏側、どのようにしてライブ配信をね、行っているのか、その舞台裏をね、ちょこっとご紹介したいと思います。はい、ここが、YouTube ライブ発信の場所、また私の、作業場です、汚いでしょう。まあ築45年以上の、昭和家屋です。こちら側にプリンター、そして、タブレットで液晶テレビの奥にもう一個液晶テレビがあります。そして、照明用のライト、あの天井にもね、電灯があるんですけど、ちょっと暗いんでね、この、蛍光灯を使ってます。そして、サブモニターで小物があります。この、外付けのハードディスクドライブの横に、扇風機がありますが、まあ、ハードディスクドライブを冷やすために置いてあります。まあ内売りはあった方がいいのかなという感じです。そして、メインのモニターで、パソコンでキーボードです。まずね、 YouTube ライブを行う前に、まあ、ライブ配信の、数時間前に、ライブのタイトルとでこのようにして、画像編集ソフトを使って、カスタムサムネイルの、画像を、作ってます。今夜の放送は、このタイトルで放送したいと思っております。そして YouTube ライブの配信設定を行います。YouTube チャンネルマイページの、トップページです。この左上の、ビデオマークのカメラがありますね。ここをクリックします。そして、真ん中、ライブ配信を開始、クリックします。はい、そうしましたら、以前作成したライブ配信から、ライブ配信を、新規作成という画面があります。私はね、ほぼ毎晩のように、YouTube ライブをやってますんで、このコピーして作成をクリックしています。はい、少しね、時間がかかりますけれど、新しいエンコーダー配信というね、ダイアログボックスが表示されます。ここにね、タイトルとか説明とかをね、入力していきます。タイトルと説明を入力しました。説明はね、最大で、5000文字まで入力することができます。で、その下、ブログって書いてますが、これ、ライブ配信のカテゴリーです。ここもブログでいいと思います。そして、後でスケジュール設定ですね。今日のスケジュール、今日は月曜日ですね。で、時刻なんですが、いつも、21時30分からやってますんで、はい、21時30分選択します。収益化有効にします。で、サムネイルを変更、クリックして、先ほど作った、サムネイル、入れます。そして、次へをクリックします。はい、これで、完了です。タイトル合ってますね。カテゴリーブログ、配信予定日時、2019年7月15日、21時30分、日本標準時、プライバシーは公開。はい。で、これはもう、OK なので、この完了ボタンを押します。はい、これで、ライブ配信と予約配信の管理で、完了しました。あとはね、ライブ配信が始まる、午後9時30分を待つだけです。また後ほどお会いしましょう。こんばんは。今、午後9時少しを回りました。いつもはね、ライブ配信の15分前の、9時15分過ぎからね、ライブの準備を行うんですけど、まあ今日はね、動画を撮るということで、まあ少し早めに準備をしてます。ちょっと持ち替えます。はい、じゃあね、これ、前回紹介したように、ここの、ライブビデオカメラマーク、そしてこれ、ライブ配信を開始、クリックします。
はい、そうしますと画面が切り替わります。はい、これ以前作成した、ライブ配信からライブ配信を新規作成ってありますが、ここではなくここにね、管理というボタンがあるんで管理をクリックします。はい、そうしますと、ライブ配信と予約配信の管理というページが現れました。これをね、このブラウザーを、サブモニターの方に移動します。はい、そしてこの、メインモニターはあのエンコーダーソフトウェアの OBS スタジオっていうのを使ってるんで、そちらをね、起動します。はい、こちら、起動しました。はい、でここにね配信開始っていうボタンがあるんでクリックします。はい、もう配信状態にしておきます。でここに、しばらくお待ちください、エンディング、オープニング、チャット、シーンってあるんですが、このシーンをクリックすると、はい、現状、ね、まあ、様子が映っております。あ、ライト消えてますね。ちょっと、ライトをつけましょう。ここ一つライトあります。でこれ真ん中のライトをして、左のライトをつけました。はい、ここにね OBS の画面が出てくるんですけれど、それ以外にもねブラウザーを起動します。このブラウザーで何するかというと、これはね、時刻、今何時何分ですよというね、時刻を、確認するために、もう一つ、ブラウザーをね開いております。でこの残り半分の画面には何を行うかというと、あのいつもねこのスマートフォンの、Google アプリ、音声文字変換アプリを使って、このね、この画面の左側に、その私が話している、音声文字を、表示しているんですけれど、そのアプリをね、事前に、起動してます。そんでこれ、つなぎます。はい、音が鳴りました。今つないでます。ミラーリングアプリはバイザーというのを使ってます。あ、画面が出ましたね。ファイルを転送する、タップします。はい、そしてここの画面また変わったんで、ビュー Android with バイザーをクリックします。そうしますと、はいはい、またなんか出てきましたね。はい、そうしますと、はい、また出てきた。ここに、表示されます。出るかな。この画面をこの OBS の、このモニター画面に、取り込んでるということですね。あ、出るかな。はい、こんな感じで確認しましょうか。はい、スマートフォンを触ると、あるか、見えるかな。触るとこれ画面が移動しますよということ。あれ、ちょっと固まったかな。ちょっと固まっちゃいましたね。ちょっとおかしいので、これもう一回やり直しましょう。一旦抜いて、もう一回差し込んで、たまにこういったのがあるんですよね。はい、これでもう一回、確認をしたいと思うんですけれど、バイザー、はい、エラーになっちゃった。たまにねエラーを起こすんですよね。はい、ファイル転送、はい、これでいけるか。なんだなんだ、なんかすごい状況なんですけれど、はい、こちらが検索で見つかった情報です。何か Google アシスタントが話してますけど、はい、これで、OK です。はい、こういったね、準備をしないといけないんですよね。はい、でこの、アプリの、設定が完了したら、こちら側、YouTube の、ライブコントロールルーム、ここ、ライブダッシュボードがあります。ここね、ここをクリックします。そうしますと、ストリームのプレビューということで、もう OBS は、配信開始設定になってますんで、こちらストリームのプレビューという画面、この画面がね最近エラーが多いんですよね。なかなか、きちっと、表示してもらえないんですよ。今ずっと、プレビューを読み込んでいますという状況が今画面変わりました。はい、エラーが発生しました、後でもう一度お試しくださいって出ますよね。でこれをどうするかというと、このブラウザを、読み込み直す、再読み込みを行うと。
これ何回も繰り返さないと表示されない時があるんですね。ね、何回もこれ繰り返すんですよ。もう一回やります。あ、ちょっとボケてましたね。はい、やっとできました、ね、これで OK です。はい、でこれで準備が、できました。こちらでね、これライブコントロールルームという YouTube の、管理画面なんですが、こちら側で、管理を行うと、いうことです。まあ、こちらに、ね、配信のこの、ウェブカメラからね、こっちに取り込んで、それをこちら側で、表示管理しているということです。あと1点、事前準備としてチャット、チャットをねこの画面の中に取り込んで表示させてるんで、この YouTube のこの上位チャットって書いてるとこの右側縦に、白い丸が3つ並んでいるとこをクリックします。でチャットをポップアウトをクリックしますと画面が出るんで、この、アドレスを、コピーします。で画面閉じます。そしてこの OBS スタジオのチャット、ここをダブルクリック。そしてこのここのアドレスを一旦全部消して、ここに、先ほど、コピーしたアドレスをペーストします。で OK ボタンを押すと、ここに、チャットが表示されます。で一回ここでね入力を、してみたいと思います。お、どこに行った。あ、これか。はい、ここでね、入力してみます。はい、入力しました。こんばんは、今夜は30分バージョンです。どうぞよろしくお願いします。はい、これエンター押します。はい、ではここに、チャットが表示されています。そのチャットはこの、OBS のこの画面にも、表示されているということで、はい、二重にね、チャットが表示されることになりますけれど、まあ、私はねこの方式で、チャット表示を行っております。はい、ということでこれでね、ライブ配信の準備が完了しましたので、このしばらくお待ちくださいって書いてますね。ここをクリックして、はい、待機状態の画面に、します。はい、これをねだいたいライブ配信の15分ぐらい前に行っております。また時間がちょっとあるんでね、しばらく休憩したいと思います。まだねライブは始まっていないんですけど、まあ、このようにして右側、結構ねライブ配信前から、チャットで盛り上がっております。今日もねチャットで盛り上がってますね。はい、面白いでしょう。あと、ライブ配信で特に気をつけることなんですが、私はもう最近やめたんですね。昔はヘッドホンとか、こういったイヤホンをね、つけて、まあ、自分の声をモニターしたり、あとスピーカーの方からね、自分の声を、モニターしてましたが、それがねハウリングを起こす原因にもなってます。ですんで必ず、ライブ配信の前には、スピーカーの電源をね落とす、はい、ということもね行ってます。それと、ライブ配信の前にねこの、シーンのボタンを押して、はい、こんにちはという風にして、このカメラをね、起動しても、またこちらでもね表示されてますけれど、このライブ配信の開始のボタンをね押さなければ、ユーザーの皆さんにはねこういった映像は、流れておりません。ですんで安心してねライブ配信前のカメラチェックをね行うことができます。もちろんねライブ配信が始まったら、まあ、これマイクをミュートにしてますんで、ここをね外してマイクをねオンにしなければなりません。はい、あと2分少々です。最終チェックを行います。シーン、カメラ切り替え、あ、問題ないですね。でこれね、何秒か遅れて表示されるんですよね。こちら側も、はい、あ、問題ないですね。きちっと表示されてます。はい、しばらくお待ちくださいと。私はねオープニング、エンディングもね動画をつけてます。はい、はい、29分になりました。この時計でね29分30秒になると配信の開始します。あと15秒で配信開始です。
ちょっとなんかドキドキしますね。いつもやってるライブではありますけれどね。はい、もうすぐ配信します。はい、これで30秒になったらライブ配信を開始、クリックします。はい、これでね始まります。この配信を開始してますでも、時たまトラブルが起きるんですね。ライブ配信中、画面切り替わりました。あ、 OK ですね。はい、じゃあ、行いたいと思います。ここでオープニング流します。オープニングいけ。今オープニング流れてます。でこのマイクをねオンにします。はい、こんばんは。2019年7月15日月曜日、午後9時30分を回りました。デイリー用語頻語、今夜もどうぞよろしくお願いします。はい、音声文字変換アプリを、起動します。はい、 OK かな。 OK ですね。はい、今夜はね、毎晩やってます、ライブ配信の、裏側をご紹介しますということで、ビデオカメラをね、担いで登場してます。またね、別個、動画をね、編集して投稿しますんで、そちらもご覧ください。はい、という感じでね、ライブ配信始まりました。また後ほどね、ライブ、終了間際にまたお話をしたいと思います。ちょっとね、ライブ配信の方にね、力を入れて頑張りたいと思います。また後ほど。はい、ということで、また後ほどね、ビデオ撮影を行いたいと思います。はい、今日宮崎県地方、3連休の最終日にしてやっと晴れました。ね、晴れた。はい、もうね、普通の、ライブ配信は、まあ、30分というふうにして、まあ、時間を、ね、決めております。もう1分前なんで、もうそろそろエンディングのお話に、入っていきたいと思います。はい、ということで今日はね、YouTube ライブの裏側ということで、ビデオカメラ使いながらね、お話を、した部分がございました。失礼しました。はい、ということで私はね、また明日も、同じ時間帯に、放送しますんで、お時間がございましたらどうぞ明日も、ご覧ください。はい、ということで、今夜の放送はこの付近で終わりにしたいと思います。また明日もね、お時間がございましたらどうぞご覧ください。はい、失礼しますと言いながら、何するかというと、この OBS の、エンディングというボタンがあります。このエンディングのボタンを押しながら、終わりにします。はい、ではさようならって言ってエンディングのボタンを押します。でこのマイクを切って、最後のエンディング画面が流れます。でまた来週、また明日、そして、チャンネル登録お願いしますって出ますね。でここで、しばらくお待ちくださいに切り替えます。はい、切り替わりました。そうすると何秒か遅れで、ライブコントロールルームの方も、表示されます。はい、これ表示されましたら、この右上、このライブ配信を終了という赤いボタンがあります。この赤いライブボタン、赤いライブ配信を終了というボタンをクリックして、ライブ配信を終了してもよろしいですか。はい、終了、ここをクリックして、はい、これで最終的にストリーム完了ということで終わりです。でこれで完了ボタンを押すと終了します。はい、ここにね、ちょっとこれ光ってますよね。よいしょ。はい、ここに、YouTube、ライブコントロールルームの、データが出てますよね。この、ここに、グラフがあります。これは、視聴者の皆さんがどのくらいの数の方が見ているのかということをね、グラフで表示しています。もうリアルタイムで今どのくらいの人が見てますよというデータを、見ることができるんで、まあ、こういった機能はね、まあ、非常に便利がいいのかなと思ってます。逆にこの上の方に数字があるんですけれど、チャット率4って書いてますけど、このチャット率が何の割合なのかっていうのが未だに原因不明です。これね、YouTube の方に問い合わせをしようかなというふうに
思っております。はい、ということで、こんな形でね、毎晩、YouTube ライブをね行っております。はい、今回はね、YouTube、ライブ配信の、舞台裏側をご紹介しました。はい、今回は私が毎晩やってます YouTube ライブの配信の裏側をご紹介しました。私はね、パソコンとあとエンコードソフトウェアの、OBS スタジオを使って、まあ、YouTube ライブを行っておりますが、何もねエンコードソフトウェアの OBS スタジオを使わなくても、簡単に、パソコンから、ライブ配信を行うことができます。まあ、その件に関してはね、OBS スタジオの使い方も含めてまた別の動画で、ご紹介したいと思います。それと、最近ね、利用契約変わったんですけど、チャンネル登録者、1000人以上であれば、スマートフォンで、YouTube ライブを行うことができます。パソコンのようにね、複雑なことはできませんけれど、簡単に、ライブ配信したいなと思っている方はね、このスマートフォンからでもね、YouTube ライブを行うことができます。はい、ということで、今回は、この辺で終わりにしたいと思います。失礼します。